1989年にですね、このゲームボーイが登場して以来、さまざまなこうね、マイナーチェンジを施しながら、ついにですね、2001年3月の21日、このね、横型に変わったゲームボーイアドバンスが登場しました。はい、今回はですね、まあ3月21日といえばゲームボーイアドバンスのね、誕生日になりますが、それだけではなくて今年はですね、20周年なんですね。節目の年になります。2001年、要するに21世紀ですよね。21世紀、まあ最初の任天堂ハードになりました。しっかりとね、32ビットを強調しています。ゲームボーイが8ビットってことを考えると、かなりの大幅なバージョンアップのような気もしますけども、まあだいたいスーパーファミコンを超える性能だと思いますね。なんでまあある程度のこう疑似 3D とか、あとはポリゴンもね、密かに使うこともできますが、まあちょっとね、それをフルに使ったゲームというのはなかなか見つけることが難しいんですけど、まあ究極のね、 2D 携帯ゲームマシンを目指して開発されたんだと思います。そしてですね、こちらにある白いゲームボーイアドバンスのパッケージなんですが、なんとですね、発売日に同時に買いました。まあ徹夜したんですよ、この時ね。で、一緒に並んでくれた、まあちょっと恥ずかしいんですが、あの彼女ですね、一緒に並んでいただきましたけども、まあ今の妻になります。で、一緒に並んでくれたんでね、一つプレゼントしました。でね、まあ帰ってすぐ開けてプレイしたんですが、めちゃくちゃもう眠いですね。徹夜って良くないなと思いましたね。それでね、ご覧のようにこんなに液晶明るくないんですよ。当時はもっともっと暗い。眠かったからなのか、本当に暗かったのか、まあ本当に暗かったんですが、結構ね、液晶が暗いなというのが第一印象でした。で、今ではね、このハード裏側が白、表がバイオレットでね、まあかつて彼女だった、今は妻ですけど、このようなね、合体したアドバンスとして今も生きています。20年前ね、この2台買ったハードが今1台となって生き残っているのも、なんとも感慨深いという個人的な感想なんですが、まあね、本当にあの頃はまだ若かったといった感じです。今は徹夜する気がしません。で、こちらがね、一切改造を加えてないアドバンスになります。ちょっとね、後ほどちょっとつけてみますけど、今つけられるかな。今電池ね、入れてみましたけど、電源入れるとこんな感じなんですよ。反射型 TFT なんで、うまくね、光を取り込まないと映らないというか、暗いんですよね。でも光を取り込もうとすると、光源がですね、このスクリーンに反射してね、眩しかったりとかね、なかなかこう大変なんですよね。まあそれでも初代ゲームボーイからですね、アドバンスのソフトまでプレイできるということでね、かなりこう興奮的な21世紀の携帯ゲーム機なんじゃないかなと思いましたよ。まあ長らくね、こう縦型のゲームボーイが続きました。そして21世紀ね、横型になったというわけですけど、まあ結構ね、任天堂社内でも縦にすべきだと、いや横にしようという意見が活発に行われたそうです。ゲームボーイのね、アイデンティティを取るか、次世代機関を取るかということで、まあ論議がされたそうですが、まあ結局ね、横型になったそうです。まあ横型になったことによって、こう持った時の窮屈感がね、随分と和らいだかなと思いますけども、まあその辺はね、人によって違うと思います。まあゲームボーイアドバンスというタイトル通りね、やっぱりアドバンスになってる一つの要因は横型なのかなと思います。
当然32ビット CPU とかワイド液晶とかね、いろいろ変更点はあったんですけど、見た目のこの形がね大きく変わったのもね印象的でしたね。そしてアドバンスファミリーはトータル3機種ですね。純正としては出ていますゲームボーイアドバンス、2003年にはゲームボーイアドバンス SP、 2005年にはゲームボーイミクロですね。こちらがまあ純正のアドバンスマシンになります。まあこれらね、だいたい世界で7000万台ぐらい売れたんですけども、まあちょっとね初代ゲームボーイと比べると半減してますんで、やっぱりゲーム離れというのが起きていたのかなと思いますよね。まあ特にね当時はゲーム脳とかね、いろいろと言われてゲームに対するネガティブなものが再び湧き起こっていました。まあそんな中登場したのがね任天堂 DS になりますけども、 DS にもね初代 DS と DS ライトにはアドバンスをプレイするためのねスロットが標準でついてますんで、そういったことを考えるとゲームボーイアドバンスをねプレイする環境というのは非常に広い、たくさんハードがあると思います。かなりこう対応してるんですよね。まあこの他ここには出てませんが、ゲームキューブのね下につけるゲームボーイプレイヤーなんてのもありますんでね、本当にゲームボーイアドバンスはプレイするための環境は整っていると思います。ここで一つね PSP が出てますけども、まあこのねアドバンス SP が登場したことによって、まあ PSP のね投入が決定づけられたんじゃないかなというのが一つあります。まあ2003年にねゲームボーイアドバンス SP が登場したことは、まあここしばらく2年ぐらいは任天堂はね携帯機にハードは出さないだろうとソニーは踏んだと言われてます。そこでねゲームボーイアドバンスから2世代分ぐらい吹き飛んだ超高性能のねプレイステーションポータブルを投入して、一気に携帯ゲーム機市場も覇権を取ってしまおうと狙ったと言われてますが、さあまあ結果はねいろいろ分かっていると思いますけども、まさかのね任天堂 DS で迎撃するとはその時は思いませんでしたね。確かにね、まあ誰もがソニー PSP で覇権と思っていました。まあそんなゲームボーイアドバンスもね現代ではもうくたべれちゃったかというと、実はねまだまだめちゃくちゃ熱いと、むしろ今でこそ熱くなっていると言われるんじゃないでしょうか。本当にねこういったねゲームボーイアドバンス用の液晶ですよ、続々と作られています。これによってね以前非常に暗かった液晶がもうね見違えるほど2020年時代の液晶に生まれ変わりますんでね、まあもうこの辺は随分前からトレンドになってますんで、もうやりましたよという方からやってみたいという方もいっぱいいらっしゃると思います。まあこの辺もねケースいろいろと今も出てます。昔はねゲシゲシ削ったりとかがめちゃくちゃ大変だったんですが、今はもう削る必要がないとか、ちゃんとね加工済みのシェル、この側がありますんでね、そういったものを利用するとほとんどこう付け替えるだけでバックライト液晶に乾燥できますんでね、ぜひともチャレンジしてみてはどうでしょうかね。生まれ変わります。もう次世代ゲームボーイみたいな感じになりますんで、チャンスがあればやってみたらどうでしょうかね。まあちょっとね自分も2020年バージョンをねもう一回作ってみようと思います。まあなんだかんだ言ってね20年経ってしまいました20年というとねかなり長いですよ。なんてだって、そうですね、ファミコン20周年でねあのレトロブームが起こった時のような20年です。ちょっと何言ってるか分かんないんですけどまあ20年というのはね成人です。成人なんで、いやーやばいな、あの若い頃から見るともうおっさんじゃんみたいな感じですよ。いやこれも何言ってるか分かんないんですけど、まあとりあえずねゲームボーイアドバンス20周年です。
まあ、これは日本国内での話になります。北米市場は2001年6月の11日だったかな、その頃なんで、まあ日本だけが先行してね20周年になりました。まあだいたいねこの頃はまだまだ日本先行発売というのが多かったと思います。そしてメイドインジャパンモデルも残っているゲームボーイアドバンスなんでね、いやとりあえず20周年か20周年、21世紀最初の任天堂ハード、今は20歳おめでとうといったところですね。ではまた。